とりあえず、押したというだけなんですけど、そうですね、なんかね話そうとしてたんですけど、忘れちゃいました。何でしたっけね。武田食品さんっていう淡路島の会社があるんですけれども、ここがペットフードをですね、今回メルマガのには書いたんですけど、出してきましてですね、武田食品さんってもともと海産物を扱っている会社で、淡路島の由良港っていうね、由良っていう地域があるんですけど、そこの、そこで水揚げされたいろんな魚を加工したりとか、近海から取れたお魚を扱っていただいてるんですけれども、そこでサメとかエイ、これ前ちょっとね、映像でも車でも話したような気がするんですけど、サメとかエイですねが水揚げされてしまう時があって、そうするとですね、使い物にならないっていうのは申し訳ないんですけれども、食べることも、食べることはできるんですけど、置いとくとそのアンモニア臭がすごくするみたいなんですね。だからそのアンモニア臭をがあるから敬遠されてしまって、なかなか取れても、網に引っかかってもそれを廃棄してしまうということをしてたそうなんですよ。で、そのサメとかエイがあまり増えすぎると、確か なんか貝かなんかを食べるので、その乱獲にもつながってしまうと。ですからそれを解決できないかっていうことでいろいろ見てたんですけど、そのサメとかエイをペットフードにね、できないかっていうことで、今回それがペットフードになったということなんですよね。で、サメとかエイっていうのはその高タンパクだよね、栄養価が結構高くて、コンドロイチンとかグルコサミンですか、そういったものも豊富に入ってるということなので、それを加工することで、サメジャーキーとかね、エイジャーキーとか、エイスティックとか、そういう状態にして、あとニコゴリっていうものにして、いろんなペットフードをですね、7種類ぐらい今回出てきています。で、うちの家のユズっていう猫がいるんですけども、そのユズはですね、ニコゴリっていうね、まだちょっと1歳ぐらい、1歳満たないぐらいなので小さいので、そんなジャーキーとかまだ食べれないんですよね、硬くて、ステックとかは。だからそのニコゴリっていうのをあげたところをちょっとサンプルで始めもらってたので、すごく喜んでですね、気に入ってしまいまして、でそのサメとかエイのニコゴリっていうのが準備しだすと食いついてくるというか、ニャーニャー泣いてですね、で台所の上までピョンと飛び乗って、要求するような感じでね、すごく気に入ってくれてます。そういうものが出てきてますので、そこの武田食品さんのエイとかサメを全部調理か、解体して、それを全部天日干しにしてるんですね。天日干しにして、で水がですね、その無菌の、アルカリ清水器かなんか、その大型の清水器をつけて全部それで処理してるんですよ、お魚を。だから、それでやってみたところ、魚の臭みが、そのサメエイとかサメの臭みが、アンモニア臭がなくなったっていうことなんですよね。水の力ってすごいなと思うんですけど、それによって今回その商品化ができるようになったということなので、そういうのもまたね、ペットとか飼ってる方はいろいろペットフードの問題点って見ていくと、やっぱり結構えぐいというのか、すごい話がインターネットとかで検索すると載ってるんですけれども、アメリカのペットフード業界ではもう、廃棄肉っていうのが当たり前のように使われていると。で、廃棄肉っていうと、もう全部その何て言うんでしょう、臓器とか骨とか丸ごとミキサーにかけられて、ぐちゃぐちゃにされて、でもうそれを廃棄肉っていうか、そういうので、また出されているということですので、どうしてもその保健所とかで殺されざるを得なかったものとか、動物とかいますけれども、そういったものもそこに運ばれて、レンダリング産業っていうそうなんですけども、そういうことがなされていると
いうことなので、まあ、ちょっとかわいそうな話であり、またあの病気とかそういうお肉とかも関係なく混ぜ込まれているということなので、まあ、逆に言えば何が入ってるかわからないというので、まあ、全部こう民事上というか肉上にしてしまえば全然わからないわけです。でそこからちょっとね、あの今音声が映像が途切れましたので、どこまで喋ってたかっていうことなんですが、まあそのエイとかサメのジャーキーが出てきたということと、それとまあ今そのペットフード業界が、まあ全部が全部じゃないんですけど、もちろんね、ただ一部はその、廃棄肉とかが使われているのか、日本はちょっとどうなのかも正直わからないですけど、外国ではアメリカではまあそういうのが当たり前のように、行われているっていうことなので、動物のその廃棄肉とかを全部こう一緒くたにして、してしまうと、肉状にすると、そしてあのラードとして、浮いてきた油を取ってそれをまた加工すると、まあ石鹸とかなってるんでしょうかね、これがちょっとあれですけども、まあ、そういうことなので、やっぱりその実態を知ると非常に、なんていうか怖いですよね。怖いというのか、かわいそうというのか、まあ、そういうのが、ありますので、できればね、その安全なもの、無添加で安心なもの、まあ、それをサメとかいいっていうのはね、もともと自然のものですし、添加物とかは一切加えてないので、まあ、自然のままのものを食べていただけるんじゃないかなということで、思います。まあ、ペットフードとかもあの食品の安全っていうことを考えたらね、ペットフードももちろん、これからそういうのも考えていかなきゃいけないのかなということを思います。ということで今回は、ね、以上になります。ありがとうございます。